まあ、私の動画アットホームな雰囲気じゃなくなってたの、まあ、黒巻合成のせいだけじゃないですね。あの私の見る情報源、それに問題があったと思います。まあ、周り皆さんもいろんな人がいると思います。その中で何も言わない人は除いといて、建設的なコメントをくれる人、その人は大歓迎です。まあ、どちらかというと私に対してでしたら YouTube に動画を投稿してる人、そういう人は建設的なアドバイスとかが多いですね。まあ、あとはこうちょっとした動画のあらとか、あここちょっと縮めた方がいいよとか、ジャンプカット使った方がいいよ、音をもうちょっと良くした方がいいよ、そういういい意見を言う一方で、まあ一夜もんに近いようなことを言ってくる人もいるんですよね。で私その人たちにまあ反抗する、歯向かう、そんな感じのことをやってたんですよね。でも変ですよね、これ変ですよ。あの皆さんいい人は歓迎しますよね。ムカつく人は歓迎しないですよね。普通そうです。でも動画投稿者などは逆をやってしまうんですよね。ムカつく人に対してその人をねじ伏せてやろう、考えを変えさせよう、そっちの方向ばっかり労力使っていく、ウェルカムな感じで来てくれる人を置き去りにしてた。まあ悪いことですよね。なぜやってたんだ。あのわざわざそのムカつく人の友達の家に遊びに行ってた、そんなような感じなんですよね。まあ何やってたのかなと思いますね。時間の無駄ですよ。自分自身も心を塞みますよ。久々に車から動画を撮った、そしたらなんかいつもより笑顔があっていいねって言われたんですよね。ああそれを忘れてたんだ。それだと私たまにマクドナルドの新商品出たら車で食べてます、それを動画に撮ってます、それもいいとみんな言ってたんですよね。あまあ単に私食品レビューがいいのかなってそういうふうに思ってた。でもそれは食品レビューがいいというより、あのなんかアットホームな感じ、私の空間を見せながら動画レビューをしてる、それが見たいのかなと思いましたね。当然私自身もみんな見たい、でもこれを見たいんですよね。不思議と人も見たいけど周りも見たい、周り何やってるんだ、あの人は何やってるんだ、それとそこに訪れてくる人を映す。たまに私ここであの来てくれたゲストに横に座ってもらって収録してました。それも他の人見てて、あ、ジェヘイの動画の隣に映りたい、あそこで映りたい、そう思ってる人が多いんですよね、意外に。ということはやっぱみんな周り見たいんですよ。なんか黒巻きとか使って威圧的な感じでこのネガティブな人を押さえつけよう、そんなようなところがあった。でもそんなのはやらずに、まあ、アットホームな雰囲気、それを出していきたいですね。ただまあ黒巻きの方も何かテーマ決めて定期的にやってきますね。まあ、別にこのスタイルの動画撮るのも黒巻き撮るのも別のカメラアングルだから苦労しないんですよね。だからまあ2つを組み合わせようかなと思ってますね。まあ、私の動画楽しくなってきます。ぜひ期待しててください。動画解放軍のジェヘイです。ぜひチャンネル登録してください。私のチャンネル登録するといいことありますよ。雑学的な知識入ります。ぜひチャンネル登録してください。動画解放軍のジェヘイです。